どうも、やらせディスティニー文人です。はい、ね、ちょっと前にね、先日か先々日ぐらいね、そう、世の中の出来事すべてはもうビッグがバーンしておくから、もうすべてこう、もうこの分子がこうなるとこうなって、これがまたこれ反応してっていうのが、もうこうドミノのようにね、こうドミノのようにこうわーってね、こう繋がってるっていうことを言ったと思うんだけど、だからね、そう、今思い悩んでいるあなた、ああ、どうしよう、なんでこんなことなんだろうとか、俺は、うん、私は、この後ちゃんとこれができるんだろうかって思い悩んでいるあなた、安心してください、それやらせだから。そう、そういうふうにああってなるのも、このビッグがバーンした時からずっとこうドミノ式にいろいろなものがこう相互作用でこうなってった結果、あなたが今思い悩んでるわけね。そう、思いながら、ああどうしようって不安になってたけど、それはそう、ビッグの番から、ビッグのもういいや、はい、ビッグの番から続いてる、その結果ね。だから安心してください、大丈夫だ。そう、大丈夫。なぜ大丈夫かっていうと、結局そのままあなたのそのね、脳の中がまたこのいろいろ分子とか、なんかドーパミンとかいろいろな物質がこうドミノのように、もうこれがこうなってこうなるってもう決まってるから、順番が、まあ世の中複雑だから分かんないけど、要はそういうシステムだからね。こうだから大丈夫、あのどんなにああと思ってもなるようになるから大丈夫ね。だからもう気楽に生きていくしかないんだよって、こういう風になってるのもビッグの番から、そう、決められた運命ディスティニーね。そして俺とあなた、そう、あなたがこの動画を面白いと思うのもディスティニーだ。そう、ディスティニーってディズニーに似てるよね。あ、これも運命？はい、というわけでね、なんかよくわかんないけど、まあいろいろなんか、ああもうわけわかんねえと思っても、まあいろいろ気にするな、気楽にやればいいよっていう、ディスティニー、やらせディスティニー動画でした。はい、ディスティニー、やらせディスティニー文字でした。それでは。